その夜、人々は美しい不思議な光を見た。民間の総合科学研究機関 SRC の精鋭たちで構成された救助活動から怪獣の捕獲、保護、超常現象の調査に至るまで幅広いフィールドで活躍するエキスパートチームである。おやじ、キャップ、またあのエネルギー反応です。これ見てください。あやの出現エリア特定。なんだからブツ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 。あ、出ました。 R2 エリア映像出ます。正体です。遺伝子構造ということは生きてる。この光って生きてるの？それも光の粒子一つ一つが自立した生命体、いわば光のウイルスです。光のウイルス。出迎えだな、リドリアス。よし、行くぞ。リドリアス、ついてこい。するな、武蔵。やるな、イドリアス。こうして
おとなしいのを見てるとな、シールドで閉じ込めとくのがかわいそうになる時もあるよ。なんとかできないんですか。もっと自由に。怪獣は怪獣だ、無理な話さ。あんなにおとなしくてかわいいのにまるで恋人扱いだな。武蔵、宇宙パイロットなんか目指すのやめてうちに来ないか。体重保護管理センターの方がお前に向いてるように思うがな。アイズ？なんだ急に。カブラヤ島か。光のウイルスが消滅したポイントはここだな。はい、シールドを解除します。しばらくでした。よう、ヒューラーキャップ、どうした？新しい怪獣でも連れてきたか？いえ、今日はこちらの方でちょっと調査したいことがあったもんで。あ、紹介するよ。宇宙開発センターパイロット候補生の春野武蔵です。春野？聞き覚えあるだろ。こいつの怪獣好きは SRC じゃ有名だからな。なるほど。しょっちゅう保護区域の怪獣たちを見て回っている暇なパイロットってのはこの坊やですか。坊や？どうした？緑足さん、どうした？あれは？緑足はあの音が好きなんだよ。わかった。綾野、J1 エリア、緊急避難要請。了解。J1 エリア、J1 エリア、こちらチームアイズ。全住民の緊急避難を要請します。全住民の緊急避難を要請します。J1 エリア、J1 エリア、こちらチームアイズ。J1 エリア。待ってろよ、ミドリアス。必ずお前を連れ戻す。リドリアスを救ってみせる。君と約束した真の勇者になるために。はい、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 
ください。とにかく、はい、ミドリアスが J1 エリアに入るぞ。え、わかりました。光が消えていきます。違います、消えてるんじゃありません。どういうことだ。ミドリアスの体の中に溶け込んでるんです。ミドリアスの熱量急激に増大、細胞が変化していきます。ミドリアス、オペレーションスタート、抑制弾だ。了解、発射。キャップ、やつはもうリドリアスじゃない。捕獲を諦めましょう。キャップ、攻撃許可を。待て、あいつ何のつもりで。ミドリアス、ひどい姿になっちゃったな。聞こえるだろう、ミドリアス。ミドリアスをなだめるつもりかよ。無茶だ。帰ろう。ここはお前のいる場所じゃないんだ。Yeah!
達に別するんだ。会いたかったんだ。諦めるな、武蔵。え？この音、この音はどこから？僕は諦めちゃいない。僕は本当に、本当に勇者になりたいんだ。ウルトラマンコスモス！光のウイルスを切り離したのか。僕がウルトラマンに、だった。
なぜだろう、誰かを救えるはずの力で誰もがまた争う。となった武蔵に初出動の時が来た。怪獣ゴルメデの保護に立ちはだかる現実の壁、そしてカオスヘッダーの脅威の能力に対し、コスモスも太陽の燃える炎のごとき赤き巨人に姿を変えた。次回ウルトラマンコスモス、カオスヘッダーの影、優しさから強さへモードチェンジだ。